レッツゴーバンドの皆さんです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。それでは今日は、この曲から誰誰か分かりません。それでは、我々、カリウドがカリウドです、はい、なるほど、歌を歌わさせていただきます。はい、よろしいでしょうか。はい、ではあずさ2号をまもなく発車いたします。私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃の地へ、さきざきが思い出すのはことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。どどすこどどすこどどすさよならはいつまでたってもとてもいい私にとってあなたは今の眩しい一つの青春なんです。ああ金賞殿、ああ三条で、私は私はあなたから、あなたを待って私は季節に取り残された、そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。どどすこどどすこどどすこさよなら、でもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない、私を許してください。はい、金賞の暑さに号で、私は私はいいんじゃない。さよならいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない、私を許してください。あら緊張私は私はあなたから旅立ちます。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいロゾスコでした。カリウドのアズさん、ただいま発信いたしました。はい、それでは次はですね、アイドルということで、はい、ちょっと私ギターを持ちますので、はいはい、ちょっと喋っていただけますか。はい、では次は、はい、その昔新御三家というのがありまして、西城秀樹、郷ひろみ、はい、ゴミ拾うね、はい、もう一人誰でしたっけ。野口五郎。いや、今の分かったです。その野口五郎、野口五郎という芸名はどっから来たかみんな知ってますよね。ね、岐阜県に野口五郎だけであるんですよね。で、野口五郎は岐阜県の出身なんで、最初ね、デビューは演歌やったんですよ。演歌からその岐阜県にちなんだ地名って野口五郎でついたんですけど、1曲目の演歌は全然売れなかった。で、2曲目のこの青いリンゴで、ドンと、スターになったという、記念すべき1曲目の青いリンゴ、はい、これはメガネ取った方がいいかな。野口五郎はメガネない方がいいかな。メガネ取ったら見えへんのかな。あ、野口五郎や。見えた見えた。それコロッケです。あ、危ないです。しっかり乗ってそこに当て置きあるんで。はい。大丈夫です。かっこいい。後ろにコケんどいてください。大丈夫です。大丈夫ですか。コケた方が美味しいかも。あ、はい、美味しい。いやいやいや。美味しいけど。大怪我します。シャープマイナーでしたね。はい、シャープマイナー、カップ打ちです。はい、はい、では、で、青いリンゴ、はい、よろしいですか。行きましょう。はい、心の砂に恋の終わり、涙の初恋か、愛を抱きしめても思い出さえ変わらない、涙の海に見え
歌謡曲にね出られへんかったから、もうみんなの注目の的やね。ね、それその日に歌謡曲の何、歌合戦に着ようと思ってた服やね。そはいはいはい。いい気持ちの。ね、はい。とりあえずね、今のメンバ ー、レッツゴーバンド、ホーリーです。ベース、ジミーさん、ドラム、フィーさん、鍵盤、ジュリーちゃん、そして私、フーニーでございますが、今から2曲はですね、なんとゲストボーカルお呼びしております。よろしいですか。今どの辺、ハタミーでございます。もう最前列で歌ってもらう。あ、この辺、この辺。見えます。可愛い全然見えへん。可愛いね。これが見えへんから、ちょっと後ろで。あ、はい。何分ね。あのアルビーその何だっけ、譜面台、譜面台じゃない、あのそれマイクスタンドをちょっとずらしてもらって、はい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 、はい、あーダビー、白羽の矢が当たりました。ハタビーでございます。1ヶ月ほど前から風を吹かれまして、はい、今日大丈夫だと思うんですけど、今日は大丈夫だと思いますけども、はい、もし失敗したらそのせいにしといたら風のせいにします。何を今日は歌われますか。今日はまず1曲目、1曲目は、はい、アッキナさんのスローモーションで、生意気にもアレンジをコロアレンジで歌いたいとリクエストしてしまいました。そうこの何、このライブのこの動画みたいな、ね、指定がありまして、はい、じいさん苦労したので、耳コピをしてきました、ありがとうございます。ではスローモーション。刻むステップ、
からでございますよ。はい、皆さん。何をやっても可愛らしくていいですよね。可愛い。ハタビ。ハタビ。ハタビにせっかくですから。ハタビにせっかくですから何か一言二言ないですか。そうですね。今回ちょっと白羽の矢が立つなんてって感じなんですけど、本当に全然離れしてないので本当に。大丈夫かなって感じですけど、ありがとうございます。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんですか。それではもう見ての通り、セラウト完成でございます。
快感やった快感やった自分なんですか、ね、かわいいでしょ、ああそうなんですか、それでは、熱海でした、熱海でした、俺、落ちる場所を持ってたのに、レッツゴーバンド、最後の曲になりました。何の曲やろ、激しい恋をやるんですが、私この格好をしているということはわかりますよね、皆さん。皆まで言うな、皆まで言うな、皆まで言うな、こんなのが効果してますよね、はい。私あの西条秀樹の弟で西条兄貴と申します。いいですか、掛け声は兄貴でお願いします。秀樹じゃございますよ、兄貴でお願いします。はい、よろしくお願いします。それではレッツゴーバンド最後の曲でございます。いや盛り上がってこい、激しい恋、今では遅すぎた、激しい恋の風に巻き込まれたサンサン、やめろと言われても一度決めたところ、この身を引き裂くまで不意に壊れてやがる、もし残れない、叶うならば、どんなことでも償うだろう、僕の人生を変えてしまうのか、黒い言われたら死んでも離さない、血の果てまでも行こう、君をこの手に抱くなら、やめろと言われたら余計に燃え上がる、この身を引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて、そう繋いでね、夜を明ける、これが恋の仕打ちなのか、僕の人生を狂わせるような黒い
して生きがいがあります、はい、もう本当に生きがいがありますね。あのピンクパンタローさんが踊りながら歌ってるのね、もうちょっと尊敬しますわ、はい、では最後にここで、ダンサーをゲストダンサーを呼びたいと思います。はい、先週に引き続きまして吉川くん、小林くん、吉川くん、小林くん、バトン忘れたの今日。バトン忘れたの。スパルパ忘れたの。いいのいいの。今日はね、あのポンポンもなんかこうスカートを出して。わかりました。ここやな。はい。ケイちゃんでございます。ケイちゃん。吉川美沙でございます。美沙よ。はい、私あの阿波高校剣道部のキャプテン小林コーチでございます。はい、小林くん。吉川くん。もうええわ。小林くん。もうええわ。はい。では最後にですね、ちょっと勢い今整えております。上がってますね。ずいちゃんこれ、はい、歌わなかった。歌うの？歌へんか。はい、それでは皆様、私がこんな格好をしているのは何の歌かご存知ですよね。何の歌やろ。はい。わかりませんか。すごく変わり歌ということで。はい、もうちょっと。臨月。臨月。臨月。さっきね、何？アメちゃんズ、アメちゃんズさんね、上から下まで8000円っておっしゃってましたけども、1万5000円ぐらいかかってますね。いや本当。ね、それいくらですかね。フォーリーもうちょい前で前でたっけ。1000円1000円だったか。あ1000円1000円だった。わかりました。シーンで。シーンね。踊りやすい。これ400円。400円。はい、わかりました。それでは皆さん元気に締めくくりたいと思いますが。もうこっちかもう歌えねえの、うん、はい、はい、ぜひね皆さんも一緒に踊っていただきたいと思います、レッツゴーバンドでございました。ありがとうございました。また次回、イーヤングマン。さあ立ち上がれよ、今飛び出そうぜ、もう悩むこと